アルキビアデスの像アルキビアデスは、アテナイの政治家、軍人。ソクラテスの弟子であり、アテナイ衆議政治を代表するデマゴーグ。アテナイの政敵により一時追放されたため、敵国スパルタに味方し、結果的に、ペロポネソス戦争で、アテナイを敗戦に導いた。アルキビアデスは、クレーニアスとディノマ系の子供として生まれた。アルキビアデスが活躍した時代は、ペロポネソス戦争である。 ペロポネソス戦争では、ベリクレスの提唱した牢場作戦が通用しなくなり、新たな局面を迎えていた。ベリクレスは薬病で死亡してしまったので、彼以外の有力な政治家たちが次の手を考えねば、ならなかった。アルキビアデスの政敵でもあるニキアスが停戦を提唱し、紀元前421年のニキアスの和訳によって、アテナイ率いるデロス同盟と、 スパルタ率いるペロポネソス同盟は講和することになった。しかし、主戦論を唱えるアルキビアデスはそれを破って、再び戦争を再開させ、同盟国を助けに行くとの名目で、シケリア全土を支配下に置くべくシケリア遠征を提案し、ニキアスと共に二人の司令官の一人として参加した。アルキビアデスは、傲慢な性格であったがゆえに、性敵が多かった。 到着後すぐに前に起こったヘルメス像破壊事件の容疑者にされてしまい、性敵たちによってアテナイへの帰国命令が出たため、彼はスパルタに亡命した。アルキビアデスはアテナイの内部情報を流し、シチリア島防衛をスパルタ側に主張した。その結果、スパルタはシチリア島にギュリッポス率いる軍隊を派遣し、徹底抗戦をすることにした。スパルタ軍によって、 シチリア軍は鍛え上げられ、アテナイは膨大な戦力を投入したにもかかわらず、アテナイのシチリア遠征は、惨憺たる結果に終わった。遠征軍は降伏し、司令官のニキアスとデモステネスは降伏したものの、シュラクク祭によって処刑された。さらにこの事件は、シュラクク祭のペロポネソス戦争参戦という結果をも、招いた。アルキビアデスは、スパルタでは、顧問のような位置で、 アテナイへの穀物輸送の用地、デケレアへの砦建築を提案したり、アケムネス朝、ペルシアにスパルタへの援助の交渉のために向かったりした。しかし、スパルタの王妃を寝取ったことで、スパルタとの関係は悪化し、ペルシア帝国のサトラップであったティッサフェルネスの元へと亡命した。紀元前411年に、アテナイで、加藤政権が樹立されるとアルキビアデスは、帰国を許され、 帰り咲いた。その後、サモス島アテナイ中流軍の指揮官になり、紀元前410年にスパルタ軍を破る。しかし、紀元前406年艦隊副将の独断による敗戦の責任を咎められ、トラキアに亡命する。亡命先のフルギアで大主ファルナバゾスの攻軍を受けるも、スパルタからの要請によって暗殺された。もしくは、女性関係のこじれで殺された。 彼は、才能、容姿、家柄、人望すべてにおいて卓越した人物であったようであり、特にせよ悪徳にせよ彼に勝る者はいないとまで言われた。彼の美貌は、男性、女性ともに愛され、愛人が絶えなかったようである。また、弁絶の際にも恵まれており、他者を言いまかしたり、民衆を先導することに優れていた。幼い頃から、傲慢、横暴で、 自らの優れた才能を愛し、凡人である他者を見下していた。それに反し、自らよりも優れていると判断した人物に対しては、並々ならぬ尊敬の念と情熱を注いだ。師匠であるソクラテスにおいては、ソクラテスが他者を見ただけで嫉妬心を覚えるほど、浸水しており、その美貌で何度も彼を誘惑していた。ありがとうございます。